ザッカリー・トーマス・ラビーンは、アメリカ合衆国ワシントン州、レントン出身のプロバスケットボール選手。NBA のシカゴ・ブルズに所属している。ポジションは、シューティングガード。日本のメディアでは、ザック・ラビーンと表記されることが多い。アメリカンフットボール選手だった父と、ソフトボール選手だった母との間に生まれたラビーンは、高校時代は、 ワシントン州のミスターバスケットボールとして鳴らした。大学は地元のワシントン大学からのリクルートがあったものの UCLA に進学しカイル・アンダーソンなどとプレーした。大学では1年間プレーしただけで2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。13位でミネソタティンバーウルブズから指名された。2014年12月6日のサンアントニオスパーズ戦で 22.10アシストのダブルダブルを達成。2015年の NBA オールスターゲームのウィークエンド期間中のスラムダンクコンテストでは豪快な演技を見せつけ、見事に優勝した。さらに翌年のライジングスターズチャレンジでは、両チーム最多の30得点を記録し、MVP に選出され、スラムダンクコンテストも連覇を達成した。2016年11月9日の オーランドマジック戦では、自己最多の37得点を記録した。しかし、2017年2月3日のデトロイトピストンズ戦で、左膝の全十字人体を断裂する重傷を負い、手術のために2016から17シーズン残り、全試合を欠場することになった。2017年の NBA ドラフト開催日、シカゴブルズとの間で、 ジミー・バトラーを含む大型トレードが遂行され、クリス・ダンとティンバー・ウルブズが7位で指名した、ラウリ・マル・カネンの交渉権との交換で、ブルズに移籍した。2018年1月13日に行われた、デトロイト・ピストンズ戦で、約11ヶ月ぶりに怪我から復帰した。この試合でラビーンは14得点を記録し、チームの勝利に貢献した。2018から2019シーズンオフに、 制限付き FA となり、サクラメントキングスが提示した4年7800万ドルのオファーシートにサインしたが、後日ブルズが同額の条件を提示したためブルズ残留が決まった。2019年11月23日に行われたシャーロット・ホーネッツ戦において4球残り3秒から決めた逆転のシュートを含め合計13本のスリーポイントシュートを沈めて、 自身のキャリアハイ得点を49点に更新した。歴代のスラムダンクコンテスト優勝者と比べても突出したパフォーマンスができ、試合中でも速攻などの機会にはすかさず観客を沸かせる。しかしながら、スラムダンクコンテストのイメージとは裏腹に NBA トレンドとなりつつある、キャッチリリースとプルアップジャンパー両方が得意なコンボガードである。そのため、 オフェンスに関しては短時間での得点量産を見込める。出場なし。ありがとうございます。